強そうだな。背が強い。俺の番だな。とっておきだ。やっぱり入る。いらっしゃいませ。いただきます。ごちそうさま。ありがとうございました。顔してんな。レイズオーラやってやるぜ。よし、行くぞ。ザコが誰を呼ぶか。絶対負けない。
決めた。デリバリーよろしく。即死と即上司、この海はサービススタートね。ウィキーラーピザリーネフィニッシュレイ。またのご利用お待ちしてます。おい来た、なめんなよ。それ決めるぜ。私の番ね。見てなさい。よし、なめろ。やった。楽しもうぜ。行くぜ。やるか。強くなったらするぜ。強くなったか。やるぜ。俺の番だな。誰がいいか。ああ、一発。こっちは。うわ。来やがれ。さあ。よし。やってみろ。ふん。何ふざけんだ。みんな、頑張って。絶対に。やめろ。舐めないでくれる？やってみろ。やんのか。やがれ。ほら来いよ。どうしたお。やんのか。ぶっ飛ばしてやる。さあ。いい調子だ。ふざけんなよ。やってやるぞ。舐めないでくれる？やってやろう。やっちやがれ。こよら。出やろ。やんのか。行くぞ。来いよ。死ね。来いよ。よし。行くぞ。とっておきだ。なるんだよ。同じ場所だ。見てなさい。今のうちだ。やめるな。してみろ。おい来た。来やがれ。とっておき。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いくらでも戦えるわ。いらっしゃいませ。いただき、ごちそうさま。ありがとうございました。俺の出番だな。この歌を聴いてくれ。アンタッチ。切り裂く。おいおい。開けせる。キシムハイウェイシティ助手席うつむくお前の風中色の憂いといた風のような俺を包み込んだマイスイートベッドヘッド出るようなパストやフューチャー俺が塗り替えてやるさ行こうぜ二人きりのエデン一億二億百億のキスを浴びせてやるベイベーこの腕抱いてお前を二度と話はしない
machine gun kiss that just fall in love. って邪魔だよ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。出ないよ。おい、何か言いたいことでも。そんなに見ても何も出ないよ。パパッと終わらせるな。無理してやる。よし、行こう。私の番ね。言いたいことでも。何か。頑張ってください。
僕を甘く見ると痛い目に遭うよ。俺の番だな。やってみろ。そこ一応質屋さんらしいのよ。え？質屋ってこれゴミ屋敷ってやつだろ？こんなとこで商売なんてやってんのか。買ってる人は見たことないわね。あんまりひどいから役所の人が何度か説得しにここの店主に会いに来たんだけど、ここのものは全部店の商品だ、勝手なことをしたら訴えるって店主が言い張って平行線みたい。こんなゴミな商品ね。匂いもひどいし虫も湧くしで私たちも困ってるのよ。なんとかしてほしいんだけどね。確かに近所にこんなのあったらきついよな。なんとかなりゃいいんだが。何か言いたいことでも。殺してやる。やってやるぜ。よし、行くぞ。私の番ね。ほら来いよ。ザコ、ふざけんなよ。いやいや、とっておき。よいしょ。こちらもパトロールを強化しているのですが。何か事件でもあったのか。彼のせいで川がこんなに黄ばんでるザマス。いやいや、さすがにそれほどでは。ともかく一刻も早くタチション犯を捕まえるザマス。はあ、うん。するやつのことか。まあ迷惑ではあるな。あの警官も悩んでるみたいだし。あの、
そうだ。ええ。ああ。ありがとうございます。それでは。ああ。取れた取れた。虫取りなんてガキの頃思い出すぜ。何かに役立つかもしれねえし、持っておくか。そんなに見ても何が出ないよ。何か悩み事？いや、新入り。勘拾いだな。よく頑張ったじゃねえか。また来いよ。いや、新入り。そういえば、
暇なのか？おじさん、昨日僕誕生日だったんだ。え、そうなのかい。じゃあ何かプレゼントをあげねばな。ああ、それは別にいいよ。ごめんね、僕もおねだりするみたいになっちゃって。いやいや、その年の誕生日は一度きりなんじゃ。わしもお祝いさせてくれ。でも、おじさんホームレスだよね。確かにそうじゃが、おじさん生きていくのに精一杯でしょ。気持ちだけで十分だよ。ありがとう。そうか、翔太君は優しいな。ああ、そろそろ塾の時間だ。もう行かなきゃ。またね、おじさん。ああ、気をつけてな。探しに行くのは難しそうだし、あのじいさんにでも渡しておくか。男の前にあるのは将棋盤か？
王手。でも何も出ないよ。覚悟はいいんだね。やってばいい。俺の番だな。私の番ね。ほら来いよ。やってみろ。よ。お。そうじゃな。あの。いいぜ。ありがとうな。
なあ。ちょっと金くれ。ここにしてやる。よし、行くぞ。よし、舐めんなよ。見てなさい。舐めるな。行くよ。ほら来いよ、これで。おいや、おお、危な。ハハハハ。
あの。いいぜ。ありがとうございます。なあ、あんた、なんでそんなにゴミを処分したがらねえんだ。これはゴミじゃねえ。俺と妻の思い出なんだ。思い出？この店はもともと俺ら夫婦で切り盛りしてたんだ。大した稼ぎはなかったが、それでも楽しくやっていた。ああ、そういえば元はちゃんとした店だったらしいな。だがある日、家内が店番中に倒れてしまってな。発見が遅かったせいでそのまま死んじまったよ。上ごとで最後まで店の心配をしてたらしい。その時俺はといえば、家内を置いて外で遊んでた。最低だよな。俺が殺したようなもんなんだ。俺が店にいればあいつは助かったはずなのに、その死に目にも会えねえなんて。ゴミさん。それからなんとか一人で店を続けていたんだが、客に商品を渡す時にふと思っちまったんだよ。この質草はあいつが鑑定したものなんじゃないかってな。そう考え始めたら、この中にあるもの全てに必
家内の魂が宿っているように思えてきてよ。それ以来何かを捨てるのが怖くなった。あいつごと捨ててしまうことになるんじゃねえかと考えちまうんだ。そして気づいたらこの有様さ、商品なんて言っていたが売る気なんかさらさらねえ。俺だってダメなことぐらい分かってんだ。でもよ、あいつが触れていたかもしれねえ塵一つ俺はもう失いたくねえんだ。あんたの気持ちは分かった。嫁さんを失ったのは本当に辛かっただろうな。だがよ、あんたの嫁が最後まで気にしていたその店ってのは今どこにあるんだ。俺は近所の人に言われるまでここが店だなんて分からなかった。どこを見てもゴミばっかりだ。二人で守ってきた大切な店がゴミに隠れて見えなくなっちまってるぜ。嫁さんの魂が宿っているとすれば、そりゃそこらに散らばってるゴミなんかじゃねえ、この店なんじゃねえのか。ゴミさん、お二人の大切なお店取り戻しませんか。キヨコ、業者の方は手配しておきました。近々撤去作業が開始されます。ご迷惑をおかけいたしました。それは俺よりも近所の人に言ってやりな。それでこれからあんたはどうするんだ。この店をきれいにしてまた質屋をちゃんと営んでいこうと思います。家内が守ってくれた大切な店です。どこかで見ていてくれるなら胸を張って見せられるように営業していかないと。そうか、それじゃそのうち俺も利用させてもらうぜ。春日さん、本当にありがとうございました。今日はうちの課長に堂々と報告ができそうです。これはお礼の気持ちです。福祉課だったか。あんたも頑張れよ。昇進したら炊き出しの豚汁の肉をもっと増やしてくれ。そうですね、頑張って掛け合ってみます。じゃあ俺はそろそろ行くぜ。またな。はい、それでは。俺もたまには片付けしねえとな。おう、
祭りに。やっちゃうよ。俺の番だな。絶対やらない。私の番ね。やっちゃうぞ。とっておき、さあおとなしく捕まりな。あとチャック閉めろよ。いやー春日さん、お手柄ですね。まあな。しかしまたなんでこんなにタチションを。大自然に解き放つ解放感と、あっけなく流されていく切なさがたまんねえのさ。わかるだろう。全くわからん。さあ、あとは書で詳しく聞かせてもらいますよ。くそ、こんなことになるなんて。ご協力感謝します。おかげで犯人を捕まえられました。こちらがお礼です。また何か怪しい人物がいたら、ぜひ私にご連絡ください。ほら、行くぞ。ふう、一件落着だな。お？そういえば、俺も少し匂いが。いや、ちゃんとトイレに行かねえとな。ちょっとだな。